ズです。今ちょっと音出しやってますけど、ちょっと寒くなってきましたんで早めに終わらせたいと思いますけど、今日ね、ここのバンドマスターのニキさんっているんですけど、ニキさんちょっと都合が悪くなりまして、ちょっと国語がありまして、来られなくなりまして、バンマス抜きで、ニッキーズやりたいと思います。ニッキーズはもともとはですね、先ほど出ましたけど、星川さんっていう人と一緒にやってたバンドでございまして、星川さんの長野バージョン、グループサウンズバンドということで、長野の中では結構長い、感じでグループサウンズをメインでやっております。じゃあ今日はちょっと内輪だけになってしまいましたけど、内輪だけで盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。最初に、マイクのバランス取ってもらうの忘れて、そのまま歌っちゃいましたね。ちょっとバランスが分けてしまいました。すみません。私が、先走りしちゃいまして。ちょっとまだ若いもんです。次の曲はですね、ブルーコメッツで、ブルーコメッツの一番最初の曲ですね。ヒットした曲です。青い瞳という曲をお送りします。いきます。
はあのお待ちかね、じゅんちゃんの曲で、はい、みんなで歌います。みんなで歌います。ピンキーとキラーズっていうバンドの恋の季節っていうのを曲をやります。次の曲はですね、青い三角定規っていうグループが歌ってたって、松岡直哉バンドっていうフュージョンバンドがあるんですけど、その松岡直哉っていう方がアレンジをしております、太陽が暮れた季節の
いよいよ寒くなってまいりまして、いよいよ身内だけとなっておりますが、皆さん盛り上がっていきましょう。盛り上がってください。みんな友達だ、仲間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 だ。ハプヤさん、やりたくないんだ俺。打って帰ろう。次はですね、ベンチャーズと、ベンチャーズが作った曲でですね、山内健と泉雅子の歌った二人の銀座っていう曲があります。上がる。先走りしちゃうと若いからもう、あの風でね、まぐれちゃった。譜面がまぐれちゃいました。私が若いもんで先走りばっかりしてるんだと思ったら違ったみたいな。違う。次の曲もやっぱりベンチャーズの曲、ベンチャーズが作った曲ですね。オーヤンフィーフィーさんが歌った曲です。雨の御堂筋という曲をします。夜の雨、あなたは、あなたはどこよ。
みんな待っちゃって。すいません、次の曲もですね、やっぱりベンチャーズが作曲した曲で、これは渚優子さんだったけど、京都の恋っていう曲をお送りします。美空ひばりさんが歌った曲で、これはブルーコメッツと一緒に歌った曲です、真っ赤な太陽っていう曲を送りします
よいよ寒くなってまいりましたし、日も落ちてまいりました。譜面も見えなくなってきました。ライトをつけます。入らんねやだ、オーラって。帰るのに。入らんねや。あとね、あと4曲ですので。あと4曲ですので。あと4曲ですので。ください。寒いの。寒いですね。ちょっとやってる方も寒いんで、よろしくお願いします。じゃ破ればいいだろ。いや、破ればいいだろ。寒くて破るよ。半途中で。Yeah.
ま使いなくて、ちょっと盛り上がりにかけてしまいましたが、精一杯やらせていただきました。ニッキーでした。どうもありがとうございました。それからその前に演奏していただきましたブラインドバーズの皆さんもありがとうございました。それから最後までお聞きくださいました皆様もありがとうございました。残っているスタッフ、実は今日朝早くから一日働いておりまして、もう一日明日あります。実は大変疲れていたんですが、皆さんの歌を聴いて聴かせていただいて、一緒に歌って明日への活力が生まれました。おかげさまでありがとうございました。嘘つけ。以上をもちまして、さだ十万億祭り2014第1日目を終わらせていただきます。スタッフの皆さんは明日も頑張りましょう。